お客様こちらあちらのお客様からですあちらのお客様からはいあ。ありがとうございますかっこいいかっこいい人だかっこいい人からあちらのお客様からです嬉しいお一人ですかはい一人ですこの後ご予定はいや一人でバーに来ただけですのでじゃあよかったら一緒に飲みませんかえいいんですかかっこいいかっこいいから嬉しいじゃあ乾杯しましょうかありがとうございますこのお酒はなんていうお酒なんですかそれは四名詞ですお四名詞かいこれはいこれお前 酒来た時の気持ちを抱えて何文字ですか国語のテストじゃない防線部丸1の時の作者の気持ちを50字以内で答えようじゃない陽明酒もらった時の気持ちわかる陽明酒ってめっちゃ有名だけど飲んだことはないから一回味見してみたいなですか確かに確かにそんな気持ちはあるかも人気やけど口にしたことないもんな気になるなでも違ういやいやお年寄りに見られてんのかなってそんな年じゃないです私たホででも体元気になりますよ自分で頼みます必要になったらあそうですかそれは大変失礼しましたはい大変失礼されました じゃあマスター、あのー、彼女をイメージしたものを一つ挙げてくださいかしこまりましたちゃっちゃっちゃっちゃ豚骨ラーメン豚骨ラーメンやねここここ私イメージしたものだことあるけどこいつ私がイメージしたら豚骨ラーメンくれよんねん嫌やね豚骨ラーメン、あなたにぴったりですねどういう意味どういう意味かわからん意味によっては殴っても、殴ってもいい材料揃ってる用名詞から始まってるからえ、ケン売ってる僕たち、なんか馬が合わないですね じゃあ乾杯しましょうか。ありがとうございます。このお酒はなんてお酒なんですかそれは、幼名詞です。幼 <laughs> 名詞です。お幼名詞かい、これいチャーネー登録しろしろチャーネー登録